方が。ああそうですか。そうです。しかし綺麗に乗ってますよねこれ。そうですね、今回ちょっと車高上げたってましたよね。あ、昨日、今日上げましたね。あのマングの方に来るのに。そうですね、ちょっと上げて、はい、でマフラーも戻して。マフラーも戻しましたね。これノーマルですか。これは車検対応の対応。あ、はい、普通のノーマルの。このぐらいであれば音量が大丈夫ですねクラウン乗ってから、はい、イスタンのオーナーさんとかと交流したんですか。まだ交流はしてないんですけど。してないですか、はい、結構お声掛けきそうですけどね。あ、え、大国、あ、行ったんですか。で、そうですね。あ、会いました。会いましたね、大国行って。ですよね、アキさんの YouTube 見てたんですか。そうそう、ここの部分。あ、これ何、どうやったんですか。これは現行のクラウンのキャップ220ですか。220です。これ現行のクラウンのキャップを掘ってこの無名のホイールに埋め込んだ感じ。そうですね、あとここもです。こんなできちゃうんだな。ここもクラウンですね。これですか。これです。あ、はい、オークションで。そうですね、はい、いいですねこれね。なんか色が合ってていいなと思って。あ、現行のやつがいいな。あ、そうですね、色は合ってないとね。そうですね、はい。で、このダイバーシティ、ダイバーシティ、これ機能してないんですか。機能してないです、もう切れちゃってますよね。ダイバーシティ、これよくありましたね、これね。これはたまたまですね見つけたんですか。見つけました、たまたま。どうこの斜めのアンテナがまた当時ですからね、ヤンシャじゃなくて当時仕様ですね。当時仕様ですねこの、あとここも、うん、このクラウンのやつもあれなんですよ、ゴールドじゃないですか、はいはい、これオプションのやつなんですよ、当時の超レアじゃないですか、だってレアですね、うん、多分今のクラウンっていうのは多分全部金だと思うんですよね。あ、そう、はい、当時のやつがここ白で金で、もっとレアがこの白の部分が黒でもあるんですか。黒っていうのも確かありましたね。黒とかレアです、黒。見つかったら買っちゃいますか。欲しい。あ、1個あったんですけど、すげえ高くて。いくらぐらいするんですか、これ。その1個はオークションで5万ぐらいだったかな、はい、高っ高々それの。でもこれは1万ちょっとですね。いやでもしますね、はい、あえて昔の事故ですね、あー、なるほどね。 LED 中は LED 当時のやっぱ生かした方がね。そうですね、いいですよね。まずだって街中で見ないですよ、あの一三型を。ほぼ、ね、うん、最近見ないですね。もう見ないですね、だって一四とかも見ないもんな。前からだと結構変えてるんですけど、はい、これもデッドストック品のスモーククリアウィンカー。これも当時売ってたんですけど、これもデッドストックの。これ何、当時やったんですか。当時売ってましたね、確か。おしゃれですね、7500円。スモーククリアなんて、普通クリアですよね。はあ、そうそう、よくあったね、はい、あ、そうだ、左側なんですよね。あれ、どこ行くんだろうと思ってたんです。光りますかね。ああ、見えます。ああ、いい感じっすね、はい、光具合が。たまにハイフラッシュあるんですけどね、なんかわかんないんですけど。あ、そうっすか、はい、いい感じじゃないですか。ライトは変えてないんですけど、はい、フォームも設計がいいですね。ナンバーも明るい。ナンバー多分もうちょい暗くならないとちょっと、ね、ちょっと暗めなんですね、多分ね。青にしたら、ね、はい、あえてボルト数を上げて LED を入れてるんで、あ、そうそう、ちょっと当時風にちょっと暗く、はいはいはい、明るすぎないようにね。そうですね、すごいなこれ。で、ここがつく時とつかない時があって。あ、基本的にはつく感じですね。つくんですけど、さあ接触の関係か、なんか。そうですね、まあちょっとね、認識考えたらまあしょうがないですよね。そんな、そうですね、ずーっと保管してたんですけど、気分屋なんですよ、気分屋もあれば。じゃあオーナーさんと同じなんで。そうですね、自分も気分屋ですかね。後ろももう配線とかも全部、これが寒冷地ですね、要は寒冷地フィールド。はい、前の動画では多分やってなかったんですけど、はいはい、そうですね、寒冷地もそうだけど、このウィンカーの、はい、光方がフワンフワンってもね。そうですね、今これ流れちゃいますからね、下手すれば。下手すれば、はい、最新のやつなんかね、流れちゃう。流れるやつだったら結構アイディアあったんですけど、まあまあこれいいんじゃないですか、はい、この光方が。
このまたね、中はあハンドル変えたかな。これ当時のドレスアップキングっていうハンドルなんですよ。色合いがすごいですねこれ。はい、ドレキンってやつのハンドルです。あの新品はでも飾ってあるんですよね。2個持ってるんですけど、はい、あ新品は2個持ってるんですか。家に新品は飾ってあって、こっちは使い苦しい一応取っとかないと取っとかないと。そうですよね。おいいな、マスター。匂いがやっぱ ね、あの乗せてもらった時と同じ懐かしい。あ、加わってきましたか。ニコチンが、はい、なるほど、しますよね。懐かしいやな。んかあるんですよ、なん材質なのかちょっとわかんないですけど、あります、あります。大丈夫です。この辺もいいですよね、やっぱりね、当時の。いや、これたまんないですよ、マニアは。そうですね。ね、はい、なんか故障とか大丈夫ですか、電装系とか窓とか。それとかも、あ、窓が壊れそうなんですけど、なんでも壊れないですね。おお。はい、しぶとく、ちょっとしぶとく動いてます。一回ビンが壊れたんですけど、はい、モーター変えて、よくありましたね、モーター。ありましたね、なんとかギリギリ。今は多分もうない。ないですよ。あったら取っといた方がいいぐらいですよね。そうですね。もしかしたら。